暇だ、無理。頑張れ。じゃあそこで一緒の話終了ですよ。あきらんどうしよう。終わっていいしな、もう今日寝るまでやる。なんかウィンドウ画面には生好きじゃないんだけどな、ゲーム。せっかくならフルスクリーンでやりたい欲があるわ。地帯の地下に行ってみましょう。全然よくわかんない。作りたたきドラマの小休みさんじゃん。風船より先にブラスターで武器トップ取った小屋シミレーです。ちなみにガチパワーいくつですか？それ。2521。マジか。それで武器トップマジか。武器トップそこか。誰も復活使ってないや。ちなみに俺が落ちたから今2520ですね、武器トップ。ロングとかもっと低いんじゃない武器トップ。ユッキーとか潜ってみたいな。ああ、まだやってないのか。やぐらは2611だ。やぐらはみんなブラスターなんですか。やぐら以外でどんどん数減ってるけど、ブラスター修行僧しか持ってないよ、このユッキー。これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして、なんだあの変な敵は。え、何何危ない。それで今回の仕込み具合はガチで自分が障害者としか思えないからね。ないけど、やばい。本当に今まで一番やっちゃったってなっちゃったもんね。で見るたびに泣きそうになるわ。ガチでやらかした。ここの通路は昔からあるよ。全部敵なの。みんな戦ってくんの。え、避けれない。避けて。このゲームさ、マジむずいんだけど。やろうね。ガンスルー来たね。ガンスルーされた。最後にちょっと無理です、断れた。あ、出た、これ、これ出た。アサリが、アサリがないぞ。
でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所はデータベースに該当する情報はありませんね。あれ破壊されたエイリアンの母船が。よう、いや、なんで我が創造主の墓場に反乱の男出てきた。お前たちはなあ、こいつら殺していい？イブ、落ち着け。まだ話は終わっていない。分かったよ、姉ちゃん。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンもういない。何百年も前に、それでも来てくだらねえわ。私たち機械生命体が絶滅させ絶滅させた。今度絶滅するの君たちアンドロイド。機械生命体は自己進化を繰り返し強化されていく兵器。なんでいきなりこれ戦いどうするの？エアフェイスクラスになったの。創造主もそれを了解する。大して自分を必要としなくて。自分たちの創造主を倒すなんていいんだ。こんなやつ植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。どれになってる？10時間やってんねんけど。私たちが入ったー。今何狙ってんの？人類。シオンの名前と何かの位置が出ればいいかなって思って。ミリーガチで強いとか。待って必殺技で相手が凍って行動不能になるからぶん殴りまくる。死んだんだけど。え、話してる途中に終わったんだけど。話してる途中に殺されちゃった。え、意味わかんな。負け指じゃないんや。負け指じゃない。切な。もうアサリオン問題なし。負け指じゃないし、意味わかんな。フォーカスのがキャリーしてスキップするわ。ムカついすぎてローラー持ってるけど。お前たちはトゥビ、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアン。もう何百年も前に今ダイナモツ。私たち機械生命体が絶滅する。そんなとこに俺は防衛軍だみたいな感じで突っ立てるのこいつ。ゲージだゲージこれ。味方批判きつい。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵が。いや強い強い敵。この人強い。大して自分を必要としない。ワーニングじゃねえんだよ。ワーニングね、分かってるもん。いいんだ。こんなやつ植物のように。うお、いや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 、また死ぬまた死ぬ。普通に死ぬ。いやポットねえし。いや待て。人類。そう、人間。いや死んだわ。話の途中で死ぬのやめたい。何も聞けてないわ。真相が何もわからない。バトルしながら文字読むの無理やろ。無理だわ。いや、なんで X 回線抜いてんの？お前たちは死体回収しないと。気をつけてください。お前死体風直撃してんのか。君たちアンドロイドが探しているエイリアンもういない。何百年も前のこいつ。私たち機械生命体が絶滅する。なあ、
こいつら殺していい。イーブン。まだ話を。アイスダム製造マンや。わわわ。分かったよ、姉ちゃん。絶滅させた。今度絶滅する。もう相手で遊んでるよ。ヒルを楽しまないでください。終わらせてください。ワーニングちゃうかな。強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性。創造主もそれを凌駕する。いや待て待て地球さんいるかそのドラッグ決めてくれてましてましてましてこんなやつましてましてに改善してくるんやけどプシュッおさんも同人だから90度くらいしか回んないよねあっやめろうわやめろって言ってんのおーああこれヤバそうなやつあその行動原理オール入った。勝てるのか。ふざけやがって。おきづめ嘘だろ。勝てねえ。いやそれクソすぎ。がっつり格ゲーやってるやん。おおスマブラやらせろ格ゲーなら。スマブラ的なことやらせろ。毎回毎回なんで俺は自分の遺体を回収しなきゃいけないの回収遺体回収から始める気をつけてまず遺体回収から始める私の名前はアダム君たちアンドロイドが探しているエイリアンはなあこいつら殺していいイブ落ち着けまだ話は終わっていない分かったよ兄ちゃん君たちアンドロイドが探しているエイリアンもういない何百年も前ガチでむずいわいやパソコンでゲームすることに慣れなさすぎてさ絶滅させた今度絶滅する君たちアンドロイドか機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器何創造主いやこれもう死んだわ大した時間は必要としなく自分たちの創造主いいんだ。え、待って、勝てない。え、パターン結構違うんやな。え、勝てねえ、勝てねえ。え、ずるくない？画面攻撃やべえや。え、ずるくね？置き攻めなんだけど。どうやって避けんの？え、わかんない。やべ、攻略、アダムとイブの攻略を募集。検索しないとゲームイズ。あ、やっぱ下手くそになってますね、このゲーム。お前たちは、トゥビ。後ろに弾を撃ったら、どっか弾いっちゃうんで。なんで？私の名前はアダム。君たちアンドロイド。こいつ何回自己紹介すんね。もういない。何百年も前の。もう受けない。超えたから引退しようかな。機械生命体が絶滅させ。絶滅させた。今度絶滅するの。君たちアンドロイドなあこいつら殺していいイブ落ち着けまだ話は終わっていない分かったよお前らと起動今度絶滅する君たちアンドロイド機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく怖いよネットワークの上に芽生えた知性創造主のそれを見ればいいですよ何何何なに何かさ全然違う方から攻撃されてんだけど流れ玉みたいなやつなんかあの向かい側のやつにやられてるえずるない二人おるマジそう奥にいるやつにも攻撃されるんだけどそっちあたりほんと歩いてるあっぶなおお自然回避してるあ、上手くなってきたその行動原理は目を見張る不可解あその神秘に迫りたい避けてるにあるそう、避けるその模倣作品であるアンドロイドの全体攻撃みたいなやつえ、てかさ、見えない手伝ってもらいたい死にかけるとさあ
月にいる人類を引きずり下ろして、おー、受けてる。生きたまま分解して、分析して、その秘密の全てを暴くんだ。こんな素敵な。あ、他にはない。そんなこと、やらせるわけないだろ、トゥービー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。上手くなってきてる。じゃあ交渉を決めっちゃ受けてる。滅ぼすしかない。ここにいる。いや、え、これに勝たなきゃいけないの？宇宙人違うルートない。いや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 まだ削れてないよこれ。これこれ俺レベルが足りてない、もしかして。これさ、一撃が重すぎてさ、なんか余計系みたいになってんだけど、なんかないかな、攻略法。攻略法募集。攻略法が欲しい。武器研究所、武器研究所。気づきだわこれ。俺もしかしてレベルが足りてない。気づきのゲーム来たね。どっかでレベル上げれるのかな。トゥビー。なあ。ああ哀れな子羊って言われてるわ。痛いが、ね、まだ話は終わっていない。分かったよ、兄ちゃん。私の名前はまさかの総合とアンドロイドが探しているエイリアン。もうアニカ今やってんの？何百年も前にこいつ、いや、あの私たち機械生命体が絶滅させた。ああ、あれかさせた。今度絶滅するな。水素、アンドロイド、機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主もそれを用意する。対して時間が必要としない。もうすぐか今か知らんけど、イゼロの映画 やるけど、ああ、もうそうそうだね。なんか見にくい女やつ。え、だからさ、いや、あれで本編じゃないでしょ、だって。そう、オリジナルストーリーみたいな。OVA でしょ。どっちか、マヨネーズとか、あそこら辺でしょ。早く進めてくれ。4章、4章やったらな、見たいけど、普通に。あー、早くアニメ続きやってくれ。ゼロオタク機関。その行動原理は、目を見張る不可感性。いや、なんで、マジでこれ気づきのゲームだ。キンドルが、なんか、この、ウェブ電子小説を何の前そっちリゼロ1ヶ月後発売になるかマジで意味が分かん。10月25日発売。早っ。開講してるよね結構。9月25日出てんだな本当は。ないですね。トラガリアのそのイベントってキャラもらえたりするんですか？あ、もらえるよ。カリー加入するやつがもらえる。なんか女の子。カリー加入。正式。もしかして FGO？ これ考えたら、なんかな。わからん。なんか適当にやってたら今もう460ぐらい。あ、でもなんかあの、ボックスガチャみたいなのずっとできるよ。なんかわけわからん。ドラ星5のドラゴンと霊装手に入る。霊装、石砕いて走らなあかんよ。まず終わってないんで、リセマラ。もっと以上に、なんか、あれ、あのゲーム、マルチが、人の部屋に入るを選択したら、スタミナ消費ゼロなんだよ。うわ、来たー。それでプロジェクトじゃん。羽みたいなやつ消費してやるゲームだから。うん。羽回復しなきゃいけないじゃん。そうっす。あ、ランク上がったら、羽が増える。じゃあもう最初から規制するわ、俺。キャリオロです。レベル1リリーで入っていくわ。戦力なったりんかったら解放されないんだよな、部屋が待つ。ああ、2章か。そう、1章プラス、そう、戦力が一定じゃないとまずダンジョンに潜れない。へえ。終わった。え、星5、3体持ってたらいけるとかないんだよ。ああ、星5じゃなくてもね、いける。その武器とドラゴンと霊装のレベルさえ上げれば、星4のキャラでも、戦力普通に6000とか超えるから。敵ねえ。まあ、終わる気配ないんですけどね。よし、また諦めな。さっ
っきリリー2体あと1体星5の水出てきてたまげだけど、それでいいやん。リリー最強よくねえよリリー2体で始めなきゃいけない。リリーとドラゴンの属性位置昨日人に渡したしな。今まで一番それが丸いと思う。多分普通に一番強いよ。足りなくない？30連回せるんだぞ。3体欲しいよね。星5キャラ1体星4ドラゴンで始めてるんだろこっちは。妙だな、妙だな。レベルは上がんねえんだけど、こうやってんのかな。これで実は勝てるとかある。俺が下手くそなんだっけお金ドロップ、なんかないかな。意外とイベントおもろい。明日から走って。このクソンツガチできつい。このツオンツオン何がついて、手前のやつに集中してるとなんか後ろのやつの攻撃に流れ玉飛んでくるのツオンツオンなの。ネルカあれ手前に一体じゃないの。手前に俺とイブが戦ってて、奥にイブもいるんか。この後ろにいるなんか 9S っていう花江夏樹が戦ってるんだけどその後ろのやつが振り回した腕がさ、こっちに飛んでくることがあって、マジでやばいもう一回行くぜ、俺は勝つレベル上げ時間短っ。レベル上がんないもんだってこれどうやったらレベル上がんのってか。このゲーム全然わかんないよ。レベルあんの。あるあるある。まあね、俺レベル11、アダムとイブはレベル16レベル足りてないやん基本的にこういうのなんかさ、上の相手に勝てるやつじゃん。まあねこのゲーム勝てないんだけどレベル1クリアみたいなやつできるタイプやもんね、これ。君たちアンドロイドが探しているエイリアンは、おもれの腕が全てってやつでしょ。何百年前のこいつ、私たち機械生命体が絶滅。なあ、こいつら殺していい。それがチャージャーさ。落ち着く。あ、前の手あった。修理ってなんだ？修理してみるか。話は終わっていない。分かったよ兄ちゃん。私たち機械生命体が絶滅させる。え、起き上がったね。絶滅させた。今度絶滅する。ねえねえ。君たちは、ま、以前の機体は仲間になりましたね。どういうこと？強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた地図。創造者はそれを料理する。大して時間は必要としなかった。自分たちの創造主を倒すいいんだ。こんなやつは植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。価値のない、私たちが興味ある月にいる人類。人類、そう、人間は魅力的だ。理解不能。記録によると同じ種族で大量に殺し合う。押してる、その行動現場は目を見張る不可解さ。私たちはその真に迫り、一回ハマると終わるってやつだ。一回ハマると終わるやつ。だって置き締めされるもん。避けれねえよって。あ、分かってきた。タイミングが分かると。手伝う。そう。月にいる人類を引きずり下ろして、生きたまま分析して、その秘密の全てを。いや、そのさ、急に攻撃モーション変わるんだけど、こいつなんか急に進んでくる蹴りしていくんだけど知らねえよその動き。あかん、突然来たね。勝てねえこのゲーム、勝てねえ。スプラトゥーンよりむずいぞこれお前たちはトゥビ、気をつけてください。私の名前はアダム。
君たちアンドロイドが探している。絶対ここ難関になってるでしょ最初。もう最初の。何百年も前にこいつら、私たち機械生命体が絶滅させ。絶滅させた。今度絶滅するの。君たちアンドロイド。なあ。こいつら殺してドラガネアロストというつまりゴミを回避する意味ある、まだ話が終わってない回避に無敵ないのに回避する意味ないよ言われきとじゃヤクザキックだ今の何だ君たちアンドロイド簡易攻撃機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器ネットワークの上に芽生えた知性創造主の創造を対して自分は必要としなくて星4ドラゴンみたいな自分たちの創造主を倒すなんていいんだよこんなやばいよ植物のように単純でくだらない構造の生き物が価値なのか私たちが興味があるひまらする意味ねえな持ってる人類気に強いやったぜ後半強くはなんかこういうなんかイベントとかの味方と一緒にやるときに一人でもフェニックスいれば誰も死なないでクリアできるからあーそういうこと味方全員強るから多分味方全員強すぎない自分だけじゃなくて味方まで回復してくれるから壊れ性能してるやん調査を手伝ってもらいたいと思う手伝う月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してこれ避けてんなその秘密の全てを暴くんだよ、ね、こんな似合おうと思ったらやりたかったけどさこれ見てたら無理やって感じやねんけどそんなことガチでむずいやろうねこんな奴らに惑わされちゃダメだじゃあ交渉は決裂格ゲーやったらまだパターンあるけどさないやんこれ AI だからこれここにいやてかモーション変わるやんやめて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 あえレベル上がったえ勝ったお来たねこれが私たちの創造者はあこいつらに無理ゲーを来たやっぱ倒すイベントじゃねえこれプレイグラウンドの重力の設定いじってみたけど何が変わったのか分かんない。いや逃げられたんじゃねえよ逃がしてもらったんだよ今のは。そのおもろ。とりあえずバンカーに戻って報告しよう。ストラックンとかにクソゲルチーフ。ああいたいた回収しよう。やっぱ上がってるのかな。全然話は頭に入ってこなかった笑うわちなみに俺もストーリー何も見てねえわこの道を戻るんですかめんどくさいですねめんどくさいですねもうダウンロード終わってるはーいはーいはーいクラスビーの場所がわからん足早い足早いでしょようやく転送装置が使えるんですね転送装置一日経たずに地上にボディを仲間やるやんこいつイベントバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置ですいや強いのかな元気あなたは君たちのところの司令官に言われたんで新しく限界まで育てられるとかそういうことない転送装置も動かせるこいつ同じキャラ複数手に入るのこれ確定できなくないこいつしか手に入らないあいつ人に仕事させるんだよランキング報酬とかないのランキングがないが転送装置ポイント貯めるっていうのじゃないっぽいないちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ飛行ユニットは運用コストが高いですし実はまだ後半イベントがあるあるんか覚醒できないなら配布キャラクソゴミやんえ、ガチルコにどうやって覚醒するのタイムトラベル？タイムトラベルじゃねえ、なんて言うんだっけ？タイムトラベル？あの、場所を飛べるやつ。え、これどうやって移動するの？スキップトラベル的な。あ、そうそう、そういうの。セノブレイドでスキップトラベル。は？アイテムで覚醒できるわ、こいつ。
アイテムってあれ、バチャ絶対勝てない。絶対勝てない、バイスに。多分、覚醒のしずくってやつ。あれ、いくつで覚醒するの？何何？ちょっと見るわ。3000個？覚醒。2万5000。え、危ない。バカじゃないの？あ、待って。俺。あれ、星5のキャラ被りで3点しかもらえない。俺だって今9500しかないもん。どうやすんだよ。妙ですね。じゃあ、無理じゃない。星5のやつ、覚醒できないし。いや、主人公も2万5000。全部2万5000じゃね？どこつけ？無理やで。アクセスミッションクリアでもらえないっけ？気づく。ちょっとぐらいならもらえんじゃん。これ覚醒してる？ああ、1500ずつもらえんのか。まあ、いつかできますよ、みたいな。いや、きつい。え、何も話聞いてなかったか全然わかんねえよ。話聞いてもう一回教えてくれ、ジャッカス。あ、わかる、わかった。入るんだな。僕は普通に眠いんで、寝ます。おつ。おつでーす。おつです。イカ募集。あと1。え？え？え？自分、インデックス見なきゃいけないんで。え、いつでも見れる。いつでも見れんじゃん。ゲオ行ってくればいいじゃん。いや、今見ないと、以上が TL の話についていけないから、やっぱり。大丈夫、TL のみんな見てないから。見なかったらいい。いや、まあ、最高機密として扱うことにする。TL も見なければいいから。はい、君たち2人には、パスカルという名の機械生命体の情報収集兵器。ドラガヤロスの理性丸しめてる。あの怪しい感じの機械生命体ですか。理性丸と普通にプレイするのは別だから。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。でもイベントだからオートでできないの。イベントオートダメなんだ、うん、おやさのことやからその辺走り回ってサボってるな。ずっと放置してる。うん、大事。端っこで俺が放立ちみたいな。好きだろ。味方が強いから全部言ってくれよ。知らんやつら。俺の代わりに働いてくれる。そんなプリア安定するのか。さすがに上級いけないもん。まだ戦力足りなくて。俺が部屋入った瞬間、部屋解散される。中級ならそんな簡単で、一応キャラ借りるまではできるのか。うん、楽なら初級でも数やればいけそうやな。うん、そこまで急がなくて大丈夫か。まあ、まあ急ぎたいですけどね。もう、もうやりたくない。あとでも効果しかないけど。いるやん。パスカルどこ？あまねが出ません。他にいねえから仕方なく使って。そう。そう、バケさんに頼んだジュリエッタ一生出ないで。ジュリエッタオワコンだろ、あいつ。使ってるやついねえよ。わかんない。普通にリリーの方が強くない？それ、単純にイベントに特攻ついてるだけじゃん。それたち、属性的に。はい、何でしょう。それ、曜日とかやるならあるのか知らんけど。光属性の方が便利なんじゃない。はい、あ、持っておいて損はないな。パスカル。はい、何でしょう。この村以外に、ネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか？俺、今、エジリス使ってないもん。そう。イベントのキャラ、クソザコキャラリーダーにしやってるもん、ずっと。好きだろ。属性的に水強いの、こいつしかいねえよ。何も考えずにガチャ連打するから。それはガチ。
あ、ドラゴンを被っても何もないよ。うん。だってドラゴン強化するのもドラゴン重ねないとダメじゃない、多分。森の国に行くさ。調べてみる価値は。上限解放多分ドラゴンじゃないと僕ね。キャラとは違う。1% でどんだけ要求すんの？でもなんかイベントで手に入るやつがめっちゃ強いらしいけど、ドラゴン、あの新覚醒してるドラゴン。フォートナイトずっと放置したらジャイロ動かなくなっちゃった。機械生命体のもの、あ、フォームで何が強いんだけど困んねえわ。イベントでもらえるやつ10連チケットかと思ったら普通に1回しかガチャ回せない。それに甘かった。え、おお、星5レースト出た。あ、ドラゴン出たわ。ガチャリバイアさん、いや、あのなんかイベントのやつ集会終わった。これでいいわ。あった人に集まったけど。あ、マジか。あぶやん。誰来たの？ガベさん。おめえかよ。キクさんいるって聞かれて、いるって言ったら行きたいって。え、大好きやん。キクさん大好きやん。物申される。物申される俺。こちら 2B 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。流れ嘘で頭おかしくなりすぎて一生フォートナイトの渦の中に突撃してるけど、やばっ、めっちゃおもろい。これこのイベントのドラゴン強いね。これいったニオンとか詳細わかんない。